吉田さん、当たり前のことを常識的なことをやり続けると当たり前じゃなくなり非常識になるということかもしれません。まあおそらく多くの方はみんなの銀行っていうアプリもね、1回2回はやるでしょう。でも毎日毎日何回も動画を作ってまでやらないと思うんですよ。誰かとお会いした瞬間にみんなの銀行、みんなの銀行、しつこいですよね。でも稼ぎ続けるってことは、しつこく稼ぎ続けるってことは、しつこくやり続けるってことなんですよね。だって野球やサッカーを、まあ J リーグとかね、プロ野球いますけども、しつこく野球やり続けて、しつこく素振りし続けて、しつこくリフティングし続けて、しつこくジョギングしてるんじゃないかと思うんですよ。受験勉強に立ち向かう、まあドラゴン桜みたいなね、皆さんもいらっしゃいますけども、しつこいですよ。覚えるまでやると、何回でもやると、模試とあれば、模擬試験とあれば飛びつくね、しつこいですよね。でも多くの方はそこまでしつこくやらないんですよ。やらないのが常識なんですよね。やり続けると非常識、非常識なまでやり続けると非常識な結果が出ると。常識的な結果ってのは、将来の不安があり、今日の食べ物がどうしようか、自分の人生はどうなっちゃうんだろうかと困り続けながら、常識的なそんな成功法則じゃなくて、非常識な成功法則を探し続けるんですよね。でも非常識ってのは何でしょうか。私は常識的なことをしつこくやり続けることがまさに非常識だというふうな、これパラドックスに陥るんですよね。で、私はみんなの銀行という案件にしても、セルフバックというものにしても、モッピーというものにしても、 YouTube にしても、そこまでやるのと、普通みたいなね、とこまでやると、ただそれだけです、ね、常識的なところで歩みをやめれば、常識的な人生しか待ってないということですよね。なんかよくね、婚活で普通の男性でいいんですって言いますけども、普通の男性ね、それ普通の女性が普通の男性を求めているのか、普通の男性を求めていますと。身長は175センチ、年収は500万、いや、こんなね、四大卒、普通ですよ。普通の人を求めてるんです。ということは、あなたも普通の女性なんですかと、ね、年収がそのぐらいあって、身長がそのぐらいあって、学歴がそのぐらいあるというのが普通というなら、あなたも普通なんですかってことになりますよね。どうでしょうかね。いってらっしゃい。